しまし湿原のね入り口に行きました。はい、ハート型の八島ヶ原湿原、恋人の聖地。はい、こんにちは、カパパです。ここはですね、八島ヶ原湿原ですね。もちろん目の前の山はね、霧ヶ峰です。今日は霧ヶ峰を歩いてみたいと思います。おお、夏場来た時とね、もう色がもう全然変わっちゃいましたね。ああ、ここは眺めいいね。で、今日のコースはこの八島湿原のね、北側ですかね、これをぐーっと回ってって、ゼブラ山を通って北の耳、南の耳と渡ってですね、あのレーダードームが映ってる車山の山頂はパスして、車山の肩、まあ、そこでね、昼飯を食べて、またこの八島ヶ原湿原に戻ってきたいと思います。このね、秋晴れにね、このススキの八島ヶ原湿原っていうのもすごく絵になりますね。いやこれは見事だね。はい、鎌ヶ池です。はい、でここのね、綺麗なトイレができました。夏に来た時もここ利用させていただいてまして、非常にね、清潔で気持ちのいいトイレです。はい、ここはね、大体1年のうち3分の1は。こんな状態で大変です。ここは はい、ここをね登っていくんですけど、こっちゼブラ山方面です。あのね、夏はね、木の下通るの嫌だった、毛虫が落ちてくるから。多分今の時期は大丈夫だと思うんですけど、あの霧ヶ峰ね、基本的に 99% 大好きなんだけどね、 1% 足んないのは毛虫が多いんだよね。ちょっとそこだけがね、あの10月もね、半ばになると、あと2週間ぐらいするとだんだんカラマツがね、こう黄色くなってくるんですよね。で、その時期来てもね、非常にいいと思います。ちょっと気になるポイントがあってね、これカグママ曰く UFO が着陸した跡だと。
あ、来た。はい、来ました、ゼブラ山です。すごいね、八島ヶ原湿原で、あそこの赤い屋根とかね、出発地ゼブラ山の山頂、あんまり眺めがいいんでね、ずっと撮影してゆっくりしてました。はい、じゃあ今度ね、縦走路に入ります。ちょうどね、ここをぐーっと降りて、あの稜線を上がってね、素晴らしいですね、ここを歩くんだよね気持ちいいよね。行ってみましょう。足元が見えないんで怖いね、ここ。おお、抜けた。ちょっとね、やぶこぎに近い状態になってるけど、あ、道がね、はっきりしてきた。あの、笹が伸びてて足元が見えないケースがありますので気をつけてください。いやー、いや、いい縦走路だね、これは素晴らしいね。あれ、ゼブラ山ずーっとこっち来てね、これ美しヶ原なんですけど、本当ね、ここに立ってみると本当目の前ですよ、本当の目の前。これ GoPro だとだいぶちっちゃく映ってますけど、あの電波塔のね、数まで分かりますね、アンテナの数まで。ああ、ここまで来るとあの立山の方が見えますねちょっと霞がかってるけど、さあこの出っ張りが北の耳かな。いやー、すごいとこ出たぞ。おお、ザ八ヶ岳って感じ。はい、北の耳です。1819m、 こっち側にはね、八ヶ岳、これね、あとね、富士山がね、あの隙間にボコッと出てますね。うん、いやー、これ下るのもったいねえな。頂上は、
あそこがゼブラ山でしょ。この稜線をねぐーっと来て、あれが北の耳、いっぱい人いますね。さっきゼブラ山にいた人だね。ぐーっと下ってって今は南の耳にいます。はい、この南の耳からね、まず見えるのが、これはね、正面車山ね、レーダードーム、あそこが車山の肩ですね。建物が建ってます。で、あそこのポコッとした盛り上がりね、あれが長々見山ですね。で、遠くに八島ヶ原湿原が見えます。すごかったやんか。よかったの。よかったのは関西弁じゃないよ。のは確か広島とか岡山の方で、今関西登山機風に撮影してるんだから。え、勝ったやん。勝ったな。勝ったな。分かんないよ。今度ね、正樹さんに大阪弁というか関西弁教えてもらわないかな。分かんないな。関西登山機のノリが好きなんだけど。はい、おなじみ車山のっこしです。いつもだったら、まあ、こちらのね車山をぐーっと登って帰るんですけど、今日は登らずにこっちですね、この長々見山方面にぐーっと降りてって、直接こっから見えてますあそこの車山の肩まで、直接行っちゃいます。で、あそこでご飯食べましょう。いやー、肩まで上がってきました。疲れた。うわ、すごい。これはすごい。コーヒー2杯分だった。正直言ってね、ボルシュうまかった。カウママがね、コロボックルでボルシュ食べたいって言うんで、まあ、今日はね、まあ、こんな風な霧ヶ峰の回り方になったわけなんですけど、俺も同じものでいいよなんて言ってみた手前ね、どうしよう、口に合わなかったらと思ったら、いや美味しかった。なんかね、カモの話によるとだいぶ日本人が食べやすいようにアレンジしてるねっていうことだったんですけど、まあ、僕は初めてだからね、もう初めてで美味しいもの食ったんで、
非常に満足でした。はい、コロボックルヒュッテさんありがとうございました。ごちそうさまでした。いつもね向こうから来るんだけどね、今日はこっから八島湿原に戻ります。偶然、車山の下りで山友さんにお会いしました。はい、ここもね人気スポットヒュッテ三沢山です。どうしてもね車山の方あっちの方にね人集まるんだけど、僕はちょっとねあのメイン通りには面してないんですけど、この道が好きでねよく歩くんですよ。おお、素晴らしいね。どうもだ。はい、戻ってきました。ということでございましてね、今日の山旅は霧ヶ峰八島ヶ原湿原北回りコースを歩いて、でコロボックルヒュッテで、美味しい美味しいボルシチを食べて、また八島ヶ原湿原に戻ってきました。はい、ご視聴ありがとうございました。カババでした。